夢の町なんですけども、こちらの建物も、まあ、壁にひびが入っていて、阪神・淡路大震災の前からの建物ですね。で、表札なくなっているので、もう多分解体した方がいいでしょう。あとはまあこちら表札はありますんで判断難しいんですけども、つけっぱなしになってるところはありますんでね、この辺のところまあもうバラックだし、上の方もいつ落ちてきてもおかしくないような、まあ土手のなんていうんですかね、雨の受けるところ、ここも解体対象にはしといた方がいいでしょうね。こちらも表札はなくなってますね。こちらのお隣さんがいらっしゃるかどうかですね。こちらも亀裂、まあ、ありますね。あとはこちらはポスター貼ってるぐらいだから分かってるんだと思うんですけどもね。今、まあ、あとこの辺りもそうですね、人いらっしゃらないような気がするんですけどね。表札もこちらは表札ありますね。ああ、続いてらっしゃるところがあるから、まあ続いてるからっていうところなんでしょうね。あとはあちらの家とかも、まあ結局どうなんでしょうね。港川町9丁目6の6のあたりですね、ここは。港川町9丁目、こちらが7という。ああいうね、読みやすいものがあちらこちらにあったら方がね、何かと分かりやすいんです。あとはまあこちらの方ですね。もう僕は子供の頃からある建物ですね。まあ人が住んでらっしゃるところももちろん、まああるんでしょうけど、住んでらっしゃらないところもあるんだと思いますよ。壁先ほど映しましたけども、ああいう風なね、で多分ここも結構この建物、ああ亀裂入ってますね。ペンキ塗ったりして、ここもほら亀裂、ああだいぶ建物放置してるところが多い。本当にちょっと横道入ってみましょうか。こちらも多分放置されてるんでしょうね。表札、あ、一応ありますね。ありました、ありました。あとあそこの長屋みたいなところですね。まあ、こちらは大丈夫だと思いますよ。そうですね、もう人いないんだったら解体した方がいいでしょうね。亀裂やっぱり入ってますね。本日、2022年3月の17日です。あちらの建物も上の方見てもらったら分かると思うんですけど、屋根のあたり、あのあたり亀裂入ってますね。になってるんじゃないですか。ツタがだいぶ住宅を囲ってますからね。衛星のあのアンテナも錆びてるし、まあ、向こう来た道戻りますね。まあ、いつもとは違う経路で
まあ吹いてるんですが、この辺は結構、新しく建て替えられた家があって綺麗ですね。今港川9丁目16です。あの辺りも、ね、結構綺麗に家が、取れるから取れますね。こちらの家はどうなってるかですね。壁にひび入っているので、どうでしょうね。まあ、あれですね、表札が出てますね、ありますね。で、あとは向こうの建物ですね。あちらの角の建物、人がいらっしゃるのかどうか。そこをいないんだったら、もうだいぶね、老朽化してますんで、解体対象でしょうね。まあ、あと、ここの路地ですね。ここが、ね、港川、菊水町9丁目ですね、14-11という表札ですね。この辺りは菊水町ですね。この辺りも多分人いらっしゃらないと思いますよ、多分。もう原付だってもうこの通りですからね、多分もう手つかずになってるんじゃないですか。ネギでも植えたんですかね。あえてますね。まあ違うかもしれませんね。あとこちらの建物も亀裂入ってますね。まあここもアパート、ペンキ塗り直したところでということなんじゃないですか。まあ、こちらも亀裂ですね。多分人いらっしゃらないと思いますね。ここも解体で、まあ、こちらの関係のところですね。人がいらっしゃるところといらっしゃらないところ、菊水町10丁目の3です。今の裏がバラックのところが、表から見たらこういうところですね。で、多分どこも人いないんじゃないですか、多分。こちらの角のところですね。菊水町10丁目の5、こちらも、まあ、表札抜けてるんで、もうだいぶ前からですね。こちらの方も解体対象なんでしょうね。この辺も相当古いですね、バラック。まあ重機入れるんだったら、ここが解体できるんだったら、まあ順番に潰していったら、今なら手前からいけるから、重機通すなら今のうちですね。手前だけで止まったらえらくなりますよ。手前だけ解体して新たに建てたら、もう後ろを解体できなくなりますから。
ここはですね、まあ亀裂ここは綺麗になってますね、まあ、あとはあちらの建物でしょうね。こちらも人いらっしゃらないと思いますね。こちらもこの辺りも多分そうなんじゃないですか。菊水町10丁目5の14の辺りですね。ついてらっしゃるので、こちらの家は左側の方は右手の方とかとまあつながってるのでっていうところですね。まあ、こちらもですね、海星楼というお店さん、まあ昔作ったんでしょうね。あとこちらもですね、あのこの長屋のところですね、まあ、人住んでらっしゃるところが何軒あるのかといったところですね。壁に亀裂入ったままですね。この建物も結構危険ですね。だいぶ亀裂入ってます。まあ、ポスター貼ってるから本当は分かってるんだと思いますよ。亀裂が入っていてすごく古い、まあ、あとこちらですね、こちらもまあけど表札は残っていても人いないような気がします。本当にでもあの表札だけが残っていて人がいないんじゃないですかね。表札を外してなくて、昔からですね、あの家人が住んでるのって、そう思いますし、まあ、あちらに交番があります。で、交番のすぐ後ろのあの建物、ちょうど画面中央の建物ですね、まあ、ああいった建物ももうだいぶ老朽化してますね。まあちょっとあれですが、たこ焼き屋さん10個180円という良心的なお値段です。あの辺りはだいぶね、建物建て解体済んでだいぶ様変わりしましたね。阪神淡路大震災の頃と比べたらですよ。こちらの建物も阪神淡路大震災の後にできた建物だと思います。Thank you.
こちらの建物もだいぶ古そうですよね。手前の方なんですけども、左隣はね、大丈夫そうなんですけど、こちらはちょっとね、まあ、だいぶ古そう。亀裂とかやっぱりだいぶ入ってます。亀裂がね、だいぶ入ってます。まあ、それを 上から上塗りして、まあ、なんとか動かしてる方なんだと思いますよ。で、世の中仕事がそんなにないから、まあ、この辺も集合住宅ですね。もうこっちも集合住宅。まあ、世の中仕事がそんなにないから、まあ、集合住宅ですね。まあ、あちらに、まあ、綺麗な一軒家の中央地帯、住宅もそうなんでしょうけど、まあ、どこもかしこも多分昼間回っても空き部屋が多いんだと思いますよ。明らかに作りすぎだと思います。向こうの方も集合住宅、まあ、手前 100m くらいのところですよ。それもっと向こうな超高層ビル、ああいうのとはまた違います。ああいう極端に高いビルで作って入居者がいるのかどうか、本当にそうですよね。さっきに、後で解体するとき費用かかる、みんなの税金で解体するようなものを作るぐらいだったら、やっぱり一軒やしっかりと解体して、老朽化しているところ、土地の価格下げて、で一軒家しっかりと作れるように、これ、20歳ぐらいの頃、僕、言ってたんですよね。集合住宅。近くということで、何かね、ロバタ焼き田舎っぺって書かれてますけども、こちらも閉店してますね。だから補助金だの何だの巻きすぎたんですよね。結局そういうことするからみんなお金持ってないのに店開く、で余計建物の体積を読む認識をしてしまうと、まあそういうことですよね。向こうの方は先ほど撮影してましたので、この辺で終わりにしますが、あちらの角っこの、うどん屋さんみたいなお店ですね。あと右隣の方のお店もそうですけども、やっぱりあまりその店舗自体がたくさんあってもしょうがないんですよね。これが現実です。